Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to another Yakuza Kiwami video sponsored by RageWorks.net. I had to post a video of the Goromi the Hostess trophy popping. There are two requirements for this one. You have to have received a text from Nishida about a girl at Shine requesting you, and you have to have one session at Shine with Rina first. With that, I'm going to shut up because there's no way I can give commentary on this without breaking into fits of laughter. いらっしゃいませ。 頼む。 キリュちゃんは こないな店よーくるか? いや。 ほんなら今日はラッキーやったな。 こないに可愛い女の子と酒が飲めるなんて、そうそうないやろうからのう。うちに惚れたらあかんで。ええ乗りしとるの。さすがキルちゃんや。 俺が?俺は毎日のように通っとったで。アホ、客としてやない、オーナーやったんや。なんだと?一時組を破門されて片銀になってた頃があっての、我ながら辛い客やったわ。 そうだな。おお、せや、なんやキルちゃん、妙なしのぎしとったの。確か不動産やなかったか。ああ、それのどこが辛い格なんや。そんなん何の自慢にもならへんで。そもそも 他人が建てたビル奪ったところでおもろないやろ。それより自分の手ででっかいビル建てる方が俺は興味あるの。ミレニアムタワーよりもでかいビル建てたるやないか。<笑>おれ、キリュウちゃんの方からも話題触れんか。 こないな時は男の方からリードせんと。そうだな。私めっちゃごつい男が好きやね。やっぱり男は強くてなんぼやわ。<笑>
なあ、そういうのはどうでもええねん。とにかく一緒にいて楽しいことが全てや。せやから強くなかったらあかんねん。ん？ああ、そんなん決まってるやろが。男女が一緒におってやることといったら一つ。喧嘩やろが。どうだ。言うだけなら簡単やけどね。ほんまに付き合う資格があるかどうか確かめる必要があるやろな。せやな。それを手っ取り早く確かめるにはやっぱり直接喧嘩するのが一番やな。おいおい、ほんまや。キリュウちゃん、ツッコミするの。もちろん延長するやろ。そうだな。すげえや。アホ、おもろいことあるか。あいつもこいつも面倒なガキンチョばかりでほんまに気が休まらん職場やった。それに比べてゴロミったら完璧すぎ。こんなキャバ嬢がおったらお店の人も毎日ハッピーやろな。そうだな。そもそも女を使おうって儲けようっちゅうのが性に合わんし、肩着のしのぎをすること自体嫌で嫌で仕方がなくってん。けどいろんなトラブルを一緒になって乗り越えてゆくうちにどうにも情が湧いてきよってな。しまいには店のみんなとお別れするのが辛くなってしもった。みんな今頃どこで何しとるんかの。なるほど。キルちゃんも一度やってみたらどうや。キャバクラの経営きっと客ん時とはちゃう目線で楽しめると思うで。キャバも極道も大した違いはあらへん。どっちも客におしぼり渡して金もらうだけや。お客様は神様やから何があっても殴れへんところが辛いところやけど、それでもやってみると案外楽しいもんやで。キリュウちゃんは女おらんのか。おいおい、せっかくシャバに出てきたんや、少しくらい遊んでもバチは当たらんと思うで。しゃあないの、孤独なキリュウちゃんのためにゴロミちゃんが一肌脱いだろやないか。
兄さん？あらやだ、キリュウちゃんったら誰のこと言うてるのかしら。ひょっとして。せやな、今なら狙い目やで。アフターに誘ってみる？いや。なんやつまんな。そこはとりあえず食いつくところやるが。ん？それを知りたかったら誘ってみたらいい。そろそろ時間か。最高な気分や。ちょっと待て。なんやと？会うか。Yeah.